日本人は特に。でしかもその自分らの住んでる生活圏のこうもうちっちゃいね町内ぐらいでもいいんですけど、はい、市でもいいけど県でもいいんですけど、その文化秩序って結構バラバラじゃないですか。あ、そうですね、はい、でそれを素直に見て結構感じ取ってその上で知恵を生かして生活してると思うんですけど、その捉え方を気象庁のこう情報の受け取り方どう結びつけるかみたいな。あ、これ結構相反する部分もあるし、でもどっかでちゃんと交わってほしい。そう、あ、そうですね。ちょっと悩みません。あのね、でも、うん、なんか今の世の中がなんとなくそのやっぱちょっとこの決定論的にというか気象庁が出したものだから正しいんではないかみたいな風潮の方がなんかそのそう求められますね。一つの神様の方にシューって行きがちかなって思うんですけどね。だからやっぱり上から降りてくる情報はそうなりがち、そうなりがちというかそうあってほしい、あるべきだからそうなってるんだと思うんですけど、はい、でもどっかでコンフリクトするっていうか、うん、衝突するか起こるというか、なんだろうな、一番現場に降りれば降りるほど複数の回を必要とするみたいな、うん、どっかで分かれていけません？うん、それはそうですよね。なんかその業務とかで、はい、予報業務とかでいろいろなクライアントさんに情報提供していくじゃないですか、はい、やっぱりクライアントさんに合わせてそうとかやりますよね。あります、すごいあります。そうすると複数に分かれていきますよね。分かれます。でそれは業務の形態によるかもしれないし、はい、うん、その人そこの土地によるかもしれないし、そう季節によるかもしれない。あ、すごい、そう、そうなんです。なんかその感じありますよね。あります。だから一つこう出されてもそれの料理というか提供の仕方とかっていうのが全然違うし、あのこっちのテンション伝える方のテンションも、うん、全然変わってきて、まるで同じ情報とは思えない。だからどっかでなんかその、うん、そうなっていくんですけど、そのところ悩みますね。悩みますそれ。でまあなんか僕らはだから今僕ここに答えはないんですけど、はい、そういう状況なんだな、そういう時代にいるなと、まずそこまで進化してきたなという気がするんですよね。はい、でまあだから言い換えるともともと一神教由来の技術とか設備とか法律とか、それはもうバチッと決まってるものと、多神教由来で文化とか間違いの慣習とか、はい、であのいろんな答えを許容しているものとの間でしばしばこうちょっとぶつかるものが起こりますけど、はいはいはい、それを必ず融合できると僕らは信じたいからこういろいろやってます、うん、あのその時にですね、やっと本題に帰ってきたみたいな感じで、来た、これだった、これだったわ、あのタイトル何だったんだみたいな感じでずっと喋ってましたけど、はい、うん、あのね、でもここに戻ってくるんですよね、はい、なんで寺のトライフォなのっていう話を考えた時に、うん、やっぱね、そのコンフリクトしそうなところを僕らこう無理やり融合しようとしてるけど、それはできるよと僕は信じてるんですけど、あと一歩なんだと、うん、できるできると、はい、でそう思える理由がやっぱりこの寺のトライフォとかそのお弟子さんの中山吉郎という雪は天からの送られた手紙であるという言葉を残した人ですけど、はい、その人のね、面白い人生経歴を見てると、うん、結構ね、信じられる要素がすごいいっぱいあるんですよ。どういうふうに生きてきたか、うん、で、まあ、その偉大な科学者であり、西洋の科学技術とかにこう全く引きを取らない世界的な学者なんですけど、でも一方では日本人としてすごい、うん、なんていうか人間臭いエピソードたくさんあるんですね、はい、うん、でそれを見てるとですね、やっぱなんか共通してる感が、だから大物か小物かはね、うん、全然関係なくて、うん、あ、寺田とないこと割と似たもんしてませんみたいな、してるかもしれないですね。思うんですよね、うん、でだから僕らがこうやって気象学なん書いたり集ったりいろいろやってますけど、はい、なんか津波落としてること結構一致点があるような気がしてですね、うん、でその僕らが今やってることは100年前からそのね、こういう人たちがやってきたことなんじゃねえのって思えるんですよ。このウィキペディアちょっと本当読んでみてください、はい、めちゃくちゃ面白いんで、ウィキペディアでめちゃくちゃ面白いってなかなかないですよ。ただの経歴書いてあるだけだから、まあそうですね、こんなことやってんのみたいな感じなんですよ、はい、何で学位取ってなのに学位それで取ったのにそっちの研究行ってなんでこっち戻ってくるのみたいな。でその後ですね、いろいろあるんですけど、うん、これが言いたいんですよ。100年前にもですね、夏目漱石っていう、はい、超有名な、ね、超有名人ね、小説家ですよね。はい、あの人と、まあ、全く関係なさそうなのに寺のトライフォのサイエンスパフェがあったらしいっていうことが書いてあって、これがまあ言いたかったことなんですよね、はい、
あのサイエンスパフェって、まあ、僕らは勝手に、うん、そのお互いの肩書き取り払ってフラットな関係でお互い言いたいこと言う、うん、でもテーマはちょっとサイエンスっぽい話みたいな、そのイベントの名前、ただの飲み会なんだけどと、まあ、そういう枠組みでこう続けようみたいな感じでずっとやってきたんですけど、はい、なんかやってること、この人がね、この夏目漱石と寺田トラフィコやってたこととかなり一緒じゃないのみたいなことがね、あのウィキペディアの中に書いてあって、これがすごい俺が引かれたんですよ、はい、でこう、まあ、夏目漱石の弟子のようなこともしながら、夏目漱石にはすごいなんか科学技術とか、別な得意なことに関しては寺田トラフィコがすごいね、うん、提供、知識提供したりネタ提供したり、ここすんげえこれが深かったらしいんですよ。であの「吾輩は猫である」っていう超有名な小説ありますけど、はいはい、あれの実は、うん、あの水島さんっていうね、まあ、登場人物出てきますけど、はい、そのモデルが寺田トラフィコだったりとか、マジでみたいな、すげえみたいな感じで、そうだったんだあと三四郎の誰々がそうだったかね、マジでといや、そういう目でもう一回吾輩は猫ではあるよ読んでみたい。そうですか、ね、ちょっと全然違いますね。いや、読んだことない人もそういう目で読んだらすげえ面白いと思うあれ、じゃあもう一回読んでみます。読んだことある人ももう一回楽しめるし、まずウィキペディアからね、なんでこういうことが起こるかっていうと、寺田トラフィコはその、うん、科学者だったけど随筆家でもあって、うん、その分かりやすい言葉で天なん災害なり科学技術なりについてこういろんな人に伝えようという活動自体がやっぱり評価されてるから語り継がれてる人なんですよ、うん、その業績そのものだけっていうよりは、はい、そのなんか生き様みたいなのが結構語り継がれてる人で、うん、この感じは結構その延長線上に僕ら結構いるわけです。まあ、その寺田トラフィコ地球物理学者で、そのお弟子さんが中井吉郎で、中井吉郎は多分日本の気象学者の中でも世界でも最も有名な人ですけど、だから気象に関係してる仕事をなんかやってる僕らからすると、うん、もうその延長線上にいるわけですよねやっぱりその同じようなことやってるんだけど、あ、でも少しずつ確実にこれは進歩してるなっていうのも分かるんですよ、うん、その辿った結果、はい、同じことを言って同じことを悩んでいるけども、同じことを問い続けながら結局今の方が進化はしているというのも見えてくるんですよ、これ、うん、これがねすっごい面白いんで、見えてくるとですね、はい、特に何かに役に立つわけじゃないんですけど、うん、まあ、あのなんでこれを言いたかったかっていうと、すげえ勇気が湧いたとあ、俺にはこう、ね、これでいいんだみたいな、そう、確認みたいなね、うん、今の俺たちがやってるこのくだらないおしゃべりはね、割とこれでいいんじゃないかみたいな、そのくだらないと思ってるけど言いたいことをバーッと言って、はい、うん、でも誰かがその役に立つ部分だけを役に立ててくれるみたいな、うん、コンテンツを出してるわけじゃないですか、はい、こうやってそのラジオっぽい TV もそうだし日々のね、うん、なんかその大したことない発信も含めてですよ僕のね、はい、だからそれはねすごいね、過小評価しないで、あの、だからといってそんなにその威張りもせずに、うん、いっぱいやっとけばいいんだなということを、歴史って面白いなと思いながら考えたという話なんですよ。すごい、はい、私は今、はい、もう本当今モテサクさんから聞いて唐突にここに引っ張り出されたけど、すごいなんか講義を受けた、すごい楽しい講義っていうか、その一緒にね、うん、あ、いや、 そのテーマについて一緒に喋ってみたら、うん、気づくことがあったみたいな感じでしょ。そういうのって結構今までパフェやってきててもあったじゃないですか、うん、なんかぼわって本当にまさにぼわってこう答えというか、あ、こんなことかもしれないっていうのができるみたいなことは、あのぼんやり続けてきたけど、じゃあその活動が一体何につながるのかみたいな、たまにそういう疑問みたいなのが、なるほどね、確かにそうそうそう、起こるけど、なんで役に立つのみたいな、ふっと思いますよね。そう、それ役に立つ必要とかそういうことじゃないんだなっていうね、今この話聞いて、あ、だから同じようなことを考えてる人がもう昔もいて、だからって言ってそのまま停滞してるわけじゃないみたいな話、すごい、あ、なんかちょっと自信勇気わかりますよね、うん、なんかその自信過剰になるわけでもなく、うん、なんかその謙虚さは別に忘れない方がいいけども、勇気が湧くのはすごい大事かなと
あ、だから多分ね、よりそのふわっとし、なんていうのかな、ちょっと自信を持てないで、なんかなんとなく参加するっていうんじゃなくて、あ、もっと楽しめるようになりそうだなって、うん、楽しむことに確信を持ってなんかやっていいんだ、これでいいんだ、これでバガボンのババアしか言ってないよ、はい、確信を持ってこれでいいんだとね、まあの歴史を、僕あんまりね歴史好きじゃなかったんですけどこう思うと歴史もたまにはいいねって思っちゃうっていう話が今日僕がしたかったことなんですね。でね、そのこの数字がね、2676ってやる、これ一つ、うん、これ2676年なんですよ、今年は。今日は収録3月18日なんですけど、はい、2676年3月18日なんです。これは、はい、だから、どういうこと？未来。いや、未来じゃなくて2676？ これはね、キリスト様が生まれてから、うん、の数えると2016年3月18日です。で、僕途中で古事記の話しましたけど、あの古事記の中の価値観というか、まあ、世界観というか、要するに一番最初の神武天皇が即位した日を1年目と数えると、はい、そこから2676年というのが今年なんです。なるほど。で、第二次世界大戦まではそこの年号で使ってたんですよ。でこの70年だけいきなり西暦になってるんですけど、まあ、事情があって、でもまあそのまあこれ別に使う使わないっていうのは別に自由ですけど、その歴史をたどるきっかけになったのは僕これなんです、この年号なんです。なんだこの年号、そうなんだ、そうなんだ、なんでこのわけわかんない数字が出てくるのかと思って古事記に行って、で古事記わけわかんねえなと思ってこう、まあいろいろ読んだりもしたけど、ふわっとしてそのまま放っておいたら、なんか古事記のことを寺田寅彦が言ってると。で、寺田寅彦が古事記をどう見たのかみたいな話を途中してあるじゃないですか。で、それもなんかふわっとほっといてあったんですけど、うん、途中で川谷隆さんっていう人が出てきて、一神教と多神教、キリストが出てきて、うん、多神教で2676年だけど、一神教では2016年なのかみたいな話が出てきて、うん、あ、どこで繋がるんだろうなみたいな。でも確かに両者別のものを同居させようとするから、やっぱりぶつかりはするけど、でも同居もしてるっていうのが現実にあるから、これ両方認めた上で僕らはどういう解を次に見つけていくかっていう狭間にいるんだなみたいな話なんですね。ということで、あえてこの数字にしてみた。なるほどですね。これそんなにね、あの、気づかない、うん、まあ、きっかけとしてちょっとね、考えて、はい、見たら面白いよということですね。うん、そうですね、はい、ということで、はい、あの何分喋ったか分かりませんけど、楽しい、結構面白かったですね。うん、楽しいですね、はいはい。楽しんでいただけたでしょうか。ね、ということで、寺田寅彦がパフェがお好きっていうタイトルにふさわしかったかどうかもね。うん、でもパフェだった。パフェだった。うん、確かに、はい。はい。ということで、はい、考えてみていただけたらと思います。以上。さよなら、茂木耕作でした。ピコルでした。おお、一つの講座だわ。そうで聞いてました。ありがとうございました。30分しゃべった。30分しゃべった。いや、面白かったね。面白かった。これ普通にやっぱ平場で喋るやつがそのままここに来たって感じでした。すごい、素晴らしい。パフェ感満載でした。面白いな、寺田寅彦、ソラちゃん。